こんにちは、伊京です。先日僕の敬愛する鈴木健三さんが産地偽装の動画を出されたんですけど、ちょっと面白そうだったんで僕もやろうかなって。産地偽装は簡単に説明すると、まあこういう風に追いかけてくるポケモンいるじゃないですか。これを連れ回して好きな場所で捕まえる、それだけです。はい、今回は色違いニンフィアを実家に連れて行こうかなって思ってて、まあなんでニンフィアかっていうと、サムネ映えしそうだから。どうせみんなブイズ好きでしょ、バカだから。今回どういうルートで行くかというと、洞窟を通って海通って実家に連れて行くっていう形で行こうかな。皆さん知ってる人どのぐらいいるかわかんないんですけど、ニンフィアって泳げるんですよ。なんで産地偽装の際、海を通ることができると。海を通ることができるかできないかはボールから出した状態で海とかに行けばわかります。海を通れない場合はこういう風に浮き輪みたいなのがつきます。ちなみにテラスタルニンフィアを海に連れ出してみたらこうなります。色ニンフィア厳選するか。源泉やっと終わった。こいつを連れていくと、やっぱ洞窟だと判定の境界線がはっきりしてるから難しいのか。ちょっとルート変えるか。いやー厳しいか。滝降りれるか。ここのうわーすごい、一列でついてきてる。問題の滝ゾーン、ここ行けるか。あれどこ行った。落ちてた。あーいるいる。さあ来い、次の滝ちょっと長いよ。大丈夫？並走してる。次が一番の難所かも。めっちゃ長い滝ないよねこれ。さあ来い。いやーわかんねー、わかんねー、いけるか？この高さの時、いやー無理なのか。あー落ちてきた。あーもうここまで来たらいけるよ、知らんけど。こっからどうしよう。こう行ってこう行ってここで海に出るか。 OK 完璧。よし着いた、海へ行くぞ。ニンフィアちゃん
来たー、実家着いたー写真撮る写真、サムネ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 、すげえ、かわいくねこれ捕まえるか、ボールはもう何でもいい、こだわりないからね。そうね、小さじタウンで出会ったになってるね。まあ連れてくるだけだと30分ぐらいかな。はい、これで小さじタウンさん最大色違い人気屋ですはっきり言って厳選の方がめちゃめちゃかかってる。産地偽装ぐらいなら簡単にできますので、皆さんもやってみてください。はい、そういやここも若干小さじタウンなんだよな。だから通常しか移動できないポケモンも小さじタウンさんにできるんじゃね。あ、ルートは簡単かな。こう行って、いや遠いの。うん、邪魔。すごい邪魔。なんだこれマジで。早い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 。当たるんかい。全然関係ない話なんだけどさ、お腹から太ももにかけて下半身やけどしたんだよね。なんか朝寒いじゃん。だからお湯をね飲んでたの。でちょっと温まるまで YouTube 見ようっつって、ほら怖いの見てたのよ。寒い言うてるの。でなんか本当に怖いシーン直前ぐらいで、某魚系 YouTuber がギャーってバカみたいに騒いでる広告流れて、お湯こぼして火傷するっていうその時ちょうど YouTube プレミアムの期限切れてたみたいで、ほんと予想外のタイミングでびっくりしちゃって、リアル10センチは浮いたね。どうでもいいですね。はい、よし、ここで捕まえると。そうね、ここでもちゃんと小さじタウンさんになるね。今結構地面密着系で移動できるミミッキョを釣り回してるんだけど、1時間ぐらい。ここの段差が通れないわかる？この微妙な段差。いやーミミッキョダメだなこれ。証とかは出現時に固定なので、雪山で出したポケモンを砂漠まで連れてったりしたら、こんな風に雪の証なのに砂漠で出会ったもできるね。ちょっとさー群れごと移動できないかなやるか。これさ、おのおの追いかけてくるタイミングが違うから、ちょっとの移動でめちゃめちゃかかるんだけど、これやばいかもな。今20-30分ぐらいかけて移動してるんだけど、移動距離これよ。さあ来たぞ、問題の滝ゾーン。どんぐらいついてこれる？わあ、どんどん落ちてく何体か消えちゃってるけど、まあまあ、さあ降りるんだ。さあみんな降りるんだ。最後の難関、長え滝ゾーン。7匹か。まあサムネぐらいは取れるだろう
あ待って待って、うわあ倒しちゃったー。サムネサムネ、ここをサムネにしよう。母さん見てよ、外にたくさんのニンフィアがいるんだ。この光景を母さんに見せたかった。あれ、僕が見ていたのは幻？幻！